ミッション・インポッシブル、ミッション・インポッシブル、ミッション・インポッシブルは、1996年公開のアメリカ映画。1966年に始まった、アメリカの人気テレビドラマシリーズ、スパイ大作戦、現代、ミッション・インポッシブル。1966年から1973年、1988年から1990年の映画化作品である。 秘密情報組織 IMF インポッシブルミッションフォース、不可能作戦部隊に所属する若手スパイのイーサン・ハントが内通者の罠によって濡れ衣ぬを着せられ真犯人を探すアクションサスペンス映画主演はトム・クルーズ監督はブライアン・デ・パルマ日本においては元のドラマシリーズはスパイ大作戦のタイトルで知られていたが本作の日本公開にあたっては現代を 直接借りたミッション、インポッシブルとなっており、以降のトム・クルーズ演じるイーサン・ハントを主人公とした映画シリーズは、と呼ばれる。クルーズ、ワグナー・プロダクションズ、1992年設立の第一回作品であり、主演のトム・クルーズはこの作品で初めて映画プロデューサーに挑戦し、自ら監督を選んでいる。極秘情報部隊 IMF、不 可能作戦部隊に所属するベテラン工作員のジム・フェルプスは飛行機内で不意に客室乗務員に映画を勧められる。それは IMF からフェルプスに対する指令であり、プラハのアメリカ大使館から CIA の非公式工作員のリスト、ノックを盗み出そうとしている大使館職員に対する防御任務であった。ところが、 彼と彼のチームによる作戦の実行中、謎の襲撃者によって、フェルプスを含むメンバーは次々と殺された上にリストも横取りされ、若手のイーサンハントのみが生き残る。イーサンは今回の任務の CIA の監督役であった、ヒトリッチに連絡を取ったうが、彼は実はこれが IMF 内の裏切り者を見つけ出すための偽の任務であること、リスト自体も偽物であったことを明かす。 その上で、キトリッジは、唯一生き残った、イーサンこそが裏切り者であると断定したいようと、したため、イーサンは逃亡する。プラハにある IMF のセーフハウスに戻ったイーサンは、身の潔白を証明するため、真犯人、内通者と、彼が情報を売る相手であった、マックスと呼ばれる、武器商人を探り始める。内通者、呼ぶと、マックスのやりとりが、 聖書の一節を使って行われていると気づいたイー、e、さんはマックスにリストは偽物だという情報を伝えるそんな折死んだと思われていた仲間でフェルプスの妻であるクレアがセーフハウスに現れるイー、e、さんは彼女を疑うものの弁明は筋が通っており証拠もないため判断を保留するその後マックスからの返信に従ってイ、e、ーさんは彼に会いに行くが正体は 初老の上品な夫人であった。E さんはリストが偽物だと証明した上で、自分なら本物を盗み出せること、そうしたならば1000万ドルの報酬と予備の正体を明かすよう取引を持ちかけ、マックスは了承する。アジトに戻ってきた E さんは本物のリストを CIA 本部から盗み出す計画を立て、E さんは裏社会でも有名な一流ハッカーのルーサーをクレアは、 元 CIA の工作員でパイロットのクリーガーを中に引き入れる。そしてイー、e、さんらは世界最高峰のセキュリティを破り、見事にリストを盗み出すことに成功し、ロンドンへと逃亡する。本物のリストを盗まれ、イ、e、ーさんの足取りを失った、キトリッチはイー、e、さんの母とおじを麻薬密売の濡れ衣を着せて逮捕させ、彼を圧迫しようとする。報道を見たーサンは、 公衆電話から、キトリッチに連絡を取り、警告した上で、あえて自分がロンドンにいるとわかるように痕跡を残す。すると E さんは、フェルプスが近くにいることに気づき驚く。フェルプスは撃たれた者の,の命を取り留めたと語り、キトリッチこそ内通者、呼ぶだという。だが、E さんは、セーフハウスにあった聖書のスタンプからフェルプスを、呼ぶだと確信しており、 さらに持っていた特殊なナイフからクリーガーがメンバーを殺していった仲間だと検討をつけいた。しかし、クレアも仲間かは確信がなかった。そして、E さんはマックスに翌日のパリ行きの列車 TGV の中で取引をすると連絡する。翌日、食堂車で E さんはマックスにリストを渡すものの放置するつもりはなく、ルーサーが通信妨害を行い、 彼女がデータを転送できないようにする。その上で、E さんはクレアに、マックスが金を置いた、貨物車両に向かわせる。貨物車両にやってきたクレアのもとに、フェルプスが現れると、クレアは E さんを殺さないように嘆願する。だが、このフェルプスは E さんの変装であり、クレアの正体が彼にばれる。そこに、本物のフェルプスが現れ、拳銃で牽制して金を奪おうとするが、 E さんがメガネをかけると、それは仕掛けていたカメラが、キトリッチに映像を送信するものであり、フェルプスの生存と裏切りが、CIA にも明らかとなる。フェルプスは、止めようとするクレアを撃ち殺すと、E さんを殴り、列車の屋根へと逃げる。そこにはクリーガーが操縦するヘリコプターが近づいて、来ていた。E さんも追いかけると、フェルプスを回収するために、 ヘリから垂らされたワイヤーを列車にくくりつけて、離脱できないようにしてしまい、そのままヘリごと列車はトンネルへと入る。フェルプスを回収し、離脱を試みるヘリであったが、イ、e、ーさんはそのフロントに飛び移ると簡易爆弾を仕掛け、爆破と同時にその反動で列車へと戻る。爆発によって、急停止した列車で、キトリッチはマックスを逮捕し、彼女は彼に交渉を持ちかける。一方、 身の潔白を証明した上、マックスの逮捕にも貢献したイ、e、ーさんとルーサーに、キトリッチ・ IMF への復職を認めるものの、イ、e、ーさんは工作員を辞める旨をルーサーに告げ、自宅に帰るため飛行機に乗る。ところが、客室乗務員がイ、e、ーさんに必要に映画を見るように、進め、最初に、フェルプスが指令を受けたシーンを予期させて、物語は終わる。テレビシリーズでは、 ピーター・グレーブスが演じたジム・フェルプスというキャラクターの役は変更され、映画ではジョン・ボイトが演じている。また、テレビシリーズとは CIA との連絡方法などが大幅に異なる。オープニングテーマや映像の演出はテレビシリーズのものを踏襲している。ただし、続編の MI-2 や MI-3 ゴーストプロトコルでは、 オープニングテーマはそれぞれアレンジされてる。M, I-2 ではアップテンポな曲になっている。最初のテレビシリーズ1966から1973のキャストメンバーの何人かは本作に否定的な反応を示した。バーニー・コリアーを演じた俳優のグレッグ・モリスはフェルプスのキャラクターの扱いでうんざりしていたと言われ映画が終わる前に席を立った。 元シリーズでジム・フェルプスを演じたピーター・グレーブスもフェルプスの扱いの変更を嫌った。オリジナルシリーズでローラン・ハンドを演じたマーティン・ランドーは映画に対する不満を表明した。2009年10月の MTV のインタビューでは以下のように述べている。初期の脚本ではチーム全体を一度に破壊するようなものだったので私は反対した。それは単なるアクション映画であり。 スパイ大作戦ではなかった。スパイ大作戦は心理戦である。オリジナルシリーズの我々が参加する、しないが理想的であるかは関係ない。だが、作品のテクスチャが変化してしまった。自分のキャラクターを自殺させるボランティアなんてしたいかね。だから私は降りた。脚本はどちらもひどかったがね。1996年5月22日に3012。 の劇場で公開され、1991年公開のターミネーター2の1170万ドルの記録を打ち破って1180万ドルの興行収益を達成した。本作はまたアメリカでの他の記録も達成している。最初の6日間で7、500万ドルの収益を得て、ジュラシックパークを上回り、4日間の戦没将兵追悼記念日の週末には5 600万ドル以上を得てフリントストーンモダン石器時代の記録を破った。クルーズには報酬の2000万ドルが繰り述べて支払われた。最終的に本作は北米で1億180万ドル、世界で2億7670万ドルとなり、世界で合計4億5760万ドルの収益を上げた。本作は批評家からは賛否両論であった。 ロッテン・タメイトスでは62%で、平均評点は6、10。批判的な意見としては、ブライアン・デ・パルマによるスパイ外作戦の公開は、特殊効果による大胆な真にあふれるが、プロットが複雑すぎる。メタクレッティックでは、29のレビューに基づき59、100の賛否両論、または、平均的な評価だったことを示している。シカゴ・サンタイムズの映画評論家、ロジャー・エバーとは、 四つ星中三つ星を与え、これは今だから楽しめる映画であり、だから我々は楽しむために今見なければならない。アイシス、A ムービーザットイグジスツインザインスタント、アンドウィーマストイグジストインザインスタントツーエンジョイ、イット、と述べた。ニューヨークタイムズのスティーブン・ホールデンは、映画の複雑なプロットについて、自能に語った。ストーリーは、質の高い個々のシーンで構成されているわけではないが、 それがどうしたテレビシリーズの評価だって SF チックな人気ギミックがサスペンス性を維持していれば問いがなかった。u s a TODAY のマイク・クラークは四つ星中三つ星を与えスタイリッシュでスピーディだが魅力的なキャストの割に人間的な側面は貧弱であった。たとえ作望が見事だったとしてもこれを肯定的に取るか否定的に取るかは人それぞれだがと述べた。 一方で、ハールヒンソンは、ワシントンポストの評論で、本作には、中身のないスリルと、いくらかのサスペンスがある。しかし、私たちが、映画に求めているのは、独自的な部分や鮮やかな会話、話の段階ごとの盛り上がり、あるいは、登場人物たちのあり方である。本作には、それがない。タイムのリチャード・シッケルは、スパイ大作戦とは、論理的なプロットによって、 イベントや登場人物たちをリンクさせ重大な危機を解決するという風に認識されている作品であるが本作にはそれがないタイトル以外にテーマソングや自己破壊される指令テープなどの引用はあるがオリジナルシリーズとはほとんど無関係であるオーケングライバーマンはエンターテインメントウィークリーに B の評価を与えて問題はプロットが複雑すぎるということではなく それぞれのディティールに全く同じような不満がある。魅力的な部分はあるが、依然として無機質で会話よりアクションを詰め込み、物理学講義ような難解さ、恋に入り組んだ本作は観客の想像力をかき立てるのではなくただ注意を聞くだけだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。